生殖器系は子孫を繁栄するために精巧、受精、胎児の育成を行う器官です。女性生殖器は膣、子宮、卵巣などからなり、受精、妊娠、出産などを営む器官です。卵巣は子宮の両脇にある器官で、卵子を育てて排出します。性交によって男性生殖器から創出された精子は、女性生殖器の卵管で待つ卵子を目指します。精子と卵子の合体、受精、新しい生命の誕生です。受精が起きると、その瞬間カルシウムイオンの波が走り、他の精子は入れなくなります。受精卵は子宮の壁に着床します。
そして細胞分裂を繰り返しながら胎児の形になっていきます。胎児はへその緒と胎盤によって母親の子宮とくっついています。胎盤では母親の血液がジェット流のように吹きかけられます。酸素や栄養物質はこのジェット流に乗ってへその緒の血管内に入り胎児に届けられます。胎盤は出産までの間だけ胎児の発育のために働く重要な臓器なのです。男性生殖器は生命の誕生に必要な精子を作り生殖を行う器官です。陰茎は男性の生殖器系の器官ですが、排尿のための器官でもあります。精巣は睾丸とも呼ばれ、陰嚢の中にある一対の器官です。精細管は精巣の中にあり、精子を作り出す管です。精子は生殖細胞の一つで、卵子と受精することによって新しい命を育みます。君の任務はモデルボディのどこかにいるパワーポッドを見つけ出して破壊することだ。今モデルボディのコントロールはこちらの手を離れている状況にある。機関の内部に入ったらアクセスポイントを探してほしい。アクセスポイントはモデルボディのプログラムに直結しているんだ。そこにアクセスするたびにモデルボディのコントロールが復帰していくんだ。それと一旦中に入るとアクセスポイントでしか通信できないからね。それじゃ任務を終えて無事に帰ってくることを祈ってるよ。Thank you.
Thank you.